今回ニューパス末やってるんですけど、新しいイベントになるんでしょうかね。コラボイベントとしてサンリオ、以前ね、確か今年の頭から、2期が始まるぐらいまでかな、ずーっとやってたんですよね。サンリオコラボというのをやってて、でそれが、まあ、一段落ついたところに、こちらのニューパス末の方にも新しいキャラとして出てきました。さあ性能はどうでしょうかね。サンリオコラボ記念としてガチャ10連分もらえるらしいんですよ。500ジュエルを。あとスコアチャレンジも開催予定と。ふんふん。これはツイッターの方で全身見ましたけど、うん、なまあまあのまあまあのビジュアルでした。ちょっとポスター見てみましょうかね。届いているかな。届いてますね。受け取りましょう。よし、ちょこちょこっとけど、さあいいぞいざ噛んだけど、いざ行きましょう。これですね、プレミアム、コラボと、あとこっちもあると。全員分だよね。例えばガチャ詳細、キャラだった場合、ボタンまたは5秒間獲得スコア3倍。スキルですね。アイドルも陰陽師もあると。ほうほうほう。あ、スキルは一緒。うん、一緒かな、見た感じ。うん、一緒ですね。一番ね、このキャラがね発音しづらいと思う。ニャニニューニャニョンっていうキャラクターね。もうコラボの時からずっと思ってた。ケロッピーね。で、このキャラクターは初めて見ました。タキシードサムっていうんです。あの、コラボの時に初めて知りましたもん。こんなキャラクター言ったと思う。で、自分どうしてもこれハローキティって思っちゃう。別に、ハローキティのね、某ゲームですけどそれを思ってしまうで、今回ちょっとね、どのキャラクターでできてもいいので、こっちでいきたいと思います。確率アップらしいんですけど、なんかえぐいらしいですだいぶえぐいらしいです。でもめげずに引きたいと思います。もらった分をありがたく使わせていただきます。行きましょう。ドン。いいのが出るといいね。出るといいね。真顔ってことは、まあ、星を確定なのは分かってるんだよね。さあ、スクールか。パーティーの準備だ。あ、来た。一個来た。あ、一個来た。一個来た。やったやった。虹一個確定なのかな。そういうわけじゃないよね。かぶり。ごめん、かぶっちゃった。これはもう見た。金だね。なかなかのラッキーだ。あー、カラマツ兄さんの数が増えてくるよ、どんどん。ナースか。金ね。持ってる。かぶった。
まあでもチェリーゲット。うん、この辺はかぶるよね。悪い、かぶった。この辺は持ってる、持ってる。ごめんね、かぶっちゃった。いいですね。ジョージは持ってる。ごめんね、かぶっちゃった。1,2,3,4,5。あ、まだまたチェリーだ。ごめんね、かぶっちゃった。次だな。来た、何が来る。ミラクル、え？ミラクルすぎるんだけどミラクルすぎるんだけど。しかもかぶってたよね。キレアが出たね。かぶったけどチェリーゲット。嘘でしょすまん、かぶってしまった。これはないなこれはないなうそー新規がこれだけ。さすがにそれは恐ろしいけど、もう一回行ってみましょう。行こう、今しかない。いいのが出ますように。出ますように。あ、これ出ないわあ、出た。あれ、チョロマス兄さんか。あ、1個ある。こちらの松兄さんでいいのかな。かぶい。ごめんね、かぶっちゃった。これははずではないなごめんね、かぶっちゃった。あの兄さんおそらく大丈夫だろうな。これかぶりだね。かぶりじゃない。あー、新規囚人チョロマツ兄さん、これは初めてだな。おっと、これ初トッティだわ今まで福引きのね、フェアリーキューティーフェアリーはいたんですけど、ガチャで引いた星音は、星音トッティはこれが初。ジャージ、すまん、かぶってしまった。かぶりだよね。忍者とか来ないかな。来ないね。かぶったけどチェリーゲット。チェリーがどんどん増えてくね。ごめんね、かぶっちゃった。さあ次だ。次ではない落ち着いた自分がおかしいなすまん、かぶってしまった。もう期待させんな。もうまたかい。もう一個か。ごめんね、かぶっちゃった。行きましょう。虹、何が出る。これは超激レア。ケロケロクロッピーですね。3両が出ましたようやく。おー、よかったよかった、紹介ができる。これでドン。ほぼチェリー。さっきの何だったんだ本当じゃあ早速見てみましょう。まずは新規からいきましょう。新規のトッティ
天使の方意味。いたずらしちゃうよ。いたずらしちゃうよ。うわあ。あざとい、あざとさ含めてなかった。やっぱ可愛いな。とっていいわ。で、星さんね。囚人ショルマツ。自発の扉。僕を怒らせたら知らないよ。ん？僕を怒らせたら知らないよ。ライジンがね、飛んでくからね、ちょっと飛ばして。ナス、君を守りし布。注射するぜ。注射するぜ。なんで溜めたの？おさまつにさはなしと。じゃあ見てみましょう。ケロケロケロッピ、ソロマツ。楽しい雨の日。みんなのこと大好きだよ。お、かわいい。みんなのこと大好きだよ。このソロマツにさは怖くないな。さあ、一気にあげましょう。進化すると見た目も変わるはず。進化しました。お、ほう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 。てるてる坊主がいっぱいいるね。そしてどんどん親愛度を上げていきましょう。よし、さあ進化しよう。最終進化完了。おおおお、こんな感じの見た目なのね。ターン数が25。これ使いどころは難しいな。うん、いい判断だね。ちょっと入れ替えてみようか。メインとサブチェンジ。出番か。これやってみよう。さあこの状態でこの122をいってみましょう。えスキル使えないじゃん。スキル使えないじゃん。あ、使えるのか。使ってパスすればいいのか。急いで。でも5秒間だよな。なんでこれ難易度高すぎないか。うわー、怖い子、怖いよ。すっごいね。何これマジかよ。何これマジかよ。あれあれ終わっちゃった。ちょっとスキル使ってみましょう。みんなのことを大好きだよ。いけブラザー。今の間すごいね。マジかよ。5秒間だからもう終わったんだよな。マジかよ。何これマジかよ。今一瞬上がり方どうだったんだろう。全然わかんないぞ。目標は終わったからとりあえずは。すごいね。何これマジかよ。ちょっとボーナスの演出をカットするためにちょっと減らそう。少し演出長いからね。よし、あとは放置。これじゃね、判断できない。判断できない。どうしようか。さあ、こんなの楽勝だよね。
まあたまたまうまくいったけど。さあもう一回チャレンジしてみましょう。次は多分大丈夫でしょう。うん、ターンね。これで確認ができる。一緒に頑張ろう。うん。あ。おっと、最初からこの難易度か。難しいね。関数的には大丈夫か。あ、そっちが動かさないんだけど、そうか、今回色が違うんだな。いつも重視マスで使ったから。あとたまたまね、これたまたまですけど、第10話のね、ワンカットのが公開されてたんですけど、たまたまこの2人でしたね。別名水陸松というねコンビのワンカットが出てました。その絡みなんかあるのか楽しみですけども、俺の真の力を見せよう。本気の力を見せるんだ。このスキルが本当は使える。これ檻の檻に加えた方がいいな。じゃあここだな。ここで上だ。でここ取って、あれ、あそこか。見えなくなってた。ここと、あ、たまたまこれ消す指定色も一緒だ。でも先生発動できるかな。そもそもクリアできないと意味ないんだよな。お前ならできる。発動してみる。クロックスコアアップ。残り5ターン。5ターンのうちにこれが壊せればいいんだけど。今どういうフェーズ？1。あ。お。待って、これそもそもクリアできんの？おっと、なんということだ。そんなバカな。なんということだ。クリアができなかった。一緒に頑張ろう。いつも単位長にね頼ってたツケが回ってきた。パズルの腕前が落ちてる。そして消す色がほとんどない。あった。直近の色がほとんどないんだけど。消せる場所がほとんどないんだけど。それもそれでひどいぞ。何一つ消えてないぞ。ここまでやって盤面がひどいぞ。
檻自体がね破壊できないのはカラムスミさんなんとかなるのいいとしてさ、壊せる量がほとんどないこれはだいぶ積んでる。今ようやく1個目、もう手遅れなんだよな。俺の真の力を見せよう。カラマツ、こういうわけなんだよな。そっちに届かないから意味ないんだよな。ひどい盤面だった。一緒に頑張ろう。次こそは。行きたいところなんだけど。なんということだ。なんという盤面だ。二手目シャッフル。しないけど、にしてもひどいぞ。にしてもこれはひどい。真の力を見せて、うん、まずはこうするしかないんだよな。スコア。みんなのことを大好きだよ。さすがマイブラザー。うん。1、2、近くに。僕としたことが。なんでだ。一緒に頑張ろう。盤面がね、いい感じではないという。明らかにガチャよりもこっちの方が長いというね。
なんとか生かしたい、生かしたいんだけど、そうも言ってらんないな。こうしたい気はまんまなんだけど、ガイド通り押しちゃったけど大丈夫かな。とりあえずシャッフルで。行ってシャッフルって。消え方は嬉しいんだけどね、嬉しいんだけど、こうだ、ワンちゃんこれ狙うしかねえか。というわけで今回、ガチャ引いたんですけども、初のね20連やったんですけど、なんとかサンリオコラボのキャラクター1体は出ました。というわけで今回はここまで。